皆さんどうもこんにちは、打楽器の演奏家の島崎裕人です。皆さんにお知らせがあります。僕が10年以上前に初めて演奏させていただいたマリンバとピアノのためのハッピーダンスっていう曲があるんですけども、こちらが10年以上の時を経てついに出版されました。長い僕とピアニストの方と、それから佐々木邦夫先生というね、作曲者の方しか楽譜持ってない状態だったので、なかなか皆さんに演奏していただく機会っていうのがなかったんですよ。出版されないなとは思いつつ、まあでも先生も忙しいだろうなと思ってね、なかなか連絡も取ってなかったんですけど、ついに出版しますっていう連絡があったので、せっかくなのでね、この、チャンネルでもぜひご紹介したいなと思いまして、今こう撮影してます。で、僕ね、10年以上前に初演したんですけど、めちゃめちゃ好きで、この曲何回も演奏させていただいてます。まあ、とにかくポップで、明るい曲なので、コンサートもいいですし、それから練習としてもね、すごい弾いてて楽しい曲で、難易度的にはですね、僕初めて演奏したの大学1年生とかかな、日本バレットで、すごいね、早いわけじゃないんですよ。早いわけじゃないけど、リズミックな曲なのでリズムが結構難しくて、マリンバ一人で練習するのが難しいっていうよりは、ピアノと合わせた時に難しい。ピアニストのちょっとしたリズムとマリンバのちょっとしたリズムの掛け合いがね、ものすごい楽しい曲なので、リズムとリズムのこう合わせるのが難しくて、だけど合った時にめちゃめちゃね、こうね、達成感があるっていう曲です。で、それから、4本バレットで綺麗な和音の部分もあったりで、それ僕もね、これマリンバで演奏できるのかどうかとか、マリンバでこれめちゃめちゃ難しすぎないかとかもね、相談されながら作っていただいた曲なので、練習にはちょうどいい難易度になってるんじゃないかなと、個人的には思ってます。で、僕もそれやったおかげですごいね、2本バレットのリズム的な曲も、4本バレット的な曲もかなり得意になりました。おかげさまでね、先生ありがとうございます。で、この動画見てくださってる方に、朗報です。もし、ね、楽譜買ってみたいなっていう方いらっしゃいましたら、僕のこの動画の概要欄とコメント欄に URL を貼っておきますので、そちらからお申し込みすると、なんとね、楽譜1000円引きしていただけるそうなんですよ。いや、おめでとうございます。本当にこの曲を皆さんにね、知っていただきたいっていうのと、ぜひね、いろんなところで演奏していただきたいと提案をね、していただいたんですけど、島崎の動画見た人、1000円引きでいいよみたいな感じで言ってくださったので、ぜひね、こちらから申し込んでみてください。ということで、マリンバとピアノのためのハッピーダンスです。どうぞ。Thank you.
楽器の演奏家の島崎優斗でした。ありがとうございました。ハッピー、さよなら。